はいどうも、アルティメット工房のサミーです。この動画の前半部分ではキング&プリンス、後半部分ではナンバーアイの出演情報をお伝えいたします。早速、明日11月2日木曜日19時からフジテレビにて放送される木7丸抜部に永瀬廉くんが出演いたします。20時から NHK E テレにて放送される戸惑い社会人のビズワード講座、こちらに永瀬廉くんが出演いたします。22時から日本テレビにて放送されるダウンタウンデラックスに永瀬廉くんが出演いたします。雑誌の掲載情報といたしまして、エッセイ2023年12月号永瀬廉くんのインタビューが掲載予定となっております。ラジオの出演情報はありません。本日11月1日水曜日の追加情報といたしまして、週刊テレビガイド2023年11月10日号、こちらにキング&プリンスが掲載中、シネマシネマイベントレポートに永瀬廉くんが掲載中となっております。出演情報は以上です。続きまして、キング&プリンス公式 X、 まさかと期待しました、愛し生きること、マジックワード、期間限定視聴動画ティザー公開中です。え、こんなに使ってたのって思っちゃうこと間違いなしなティザーです。期間限定視聴動画ティザーのリンクは皆さんが今ご覧になっているこの動画の概要欄に貼っておきますのでご覧ください。そして法廷遊戯 SNS キャンペーンが行われております。109シネマズ二子玉川、このアカウントをフォローしていただき、この投稿に期待コメントとハッシュタグ109シネマズで法廷遊戯をつけて引用リポスト、あ、もうリツイートじゃないんですね、リポストなんですね、抽選でプレゼントが当たります。法廷遊戯 SNS プレゼントキャンペーン、上映する109シネマズ X をフォロー&対象ツイートにハッシュタグ109シネマズで法廷遊戯をつけて、期待コメントをつけて引用リツイートしよう、あ、これはリツイートになってる、抽選で豪華賞品をプレゼント。応募期間は10月13日金曜日から始まっていたようですが、11月9日木曜日までとなっております。オリジナルノート3名様、オリジナルマジックキューブキーホルダー3名様、オリジナルステッカーセットが3名様、原作本が3名様ということで、当選者発表は応募期間終了後、劇場公式 X よりダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。応募要項を必ずご一読の上ご参加ください。そしてこちらの109シネマズ二子玉川さんでは、劇中着用衣装を劇場ロビーにて展示中となっております。お近くの方はぜひ足をお運びください。キング&プリンスの情報は以上となります。続きまして、ナンバーアイ11月2日木曜日テレビ出演情報、雑誌の掲載情報、ラジオの出演情報はありません。出演情報は以上です。岸くんの X、 ジグさん、おたおめです。多分私が最後のおめでとう言った人でしょう。ジグさんもジグタンさんもこれヨロです。どういう顔文字これは。 X では神宮寺くんの誕生日を祝福するハッシュタグ、神宮寺ゆうた誕生祭2023が日本世界トレンド1位を獲得、ハッシュタグ神宮寺ゆうた誕生祭2023、いつも盛り上げてくれて本当にありがとう、毎年見てて改めてみんなに直接伝えられて嬉しいとファンへ感謝を綴っている。今まではできなかったことですからね、少し距離が近くなったような気がしています。それでは今日の動画は以上です。また明日動画でお会いしましょう。以上、アルティメット工房のサミでした。